新洋急駆逐艦は中国人民解放軍海軍のミサイル駆逐艦の艦級中国人民解放軍海軍での名称は051、新型駆逐艦、などコードネームは旅姿。1995年の第三次台湾海峡危機の際にアメリカ海軍の圧倒的な能力を見せつけられた中国人民解放軍海軍は、 国産駆逐艦の性能限界を痛感した。これを受けて、1999年から2000年にかけて、ロシア製の 956E 型駆逐艦2隻を緊急導入するとともに、空母整備計画も視野に、優れた対空戦能力を有するミサイル駆逐艦の整備が計画されるに至ったとみられている。九百九十年代中期の DDG、整備計画着手直後は、 多艦級の少数建造方針が採択されており、本級の建造もこの一環となっている。まず、956E 型の収益開始と同年の1999年、956E 型と同系列の中距離艦対空ミサイルシステムを搭載した例後に B 型が寄港された。続いて2002年には、国産の長距離艦対空ミサイルシステムである。 HHQ-9 を搭載した0 5 2 C 型も寄港された。しかし、例語に B 型は保守的な設計を採用していた一方、例語に C 型のシステムは、情報活動も含めて開発が進められていたことから、性能面では未知数な部分が多かった。このことから、0 5 2 C 型のバックアップ及び、比較検討のため、ロシア製の長距離艦隊空ミサイルシステムを 搭載した国産 DDG として建造されたのが本級である。なおその後、HHQ-9 の開発進展を受けて、霊語に c 型や発展型の霊語 2D 型が量産体制に入ったため、本級の建造は2隻で打ち止めとなっている。設計面では、概ね霊語 1B 型の発展型となっているが、ステルス性への配慮は導入されていない。また、 主機関も、ドイツ製のマトゥー 12V1163TB83、ディーゼルエンジンとウクライナ製の DT-59、ガスタービンエンジンによるコドック方式という、例語にアンペア型の2番艦、以来の構成が踏襲されている。ただし、主機関については、蒸気タービンという説もある。蒸気の経緯より、 本級の最大の特徴が、リフ M 艦隊防空ミサイルシステムの搭載である。これは、ロシアが、自国海軍用の S-300FM、フォールト M の輸出型として開発したものであり、s a n 二十のアメリカ国防総省識別番号を付与されている。ミサイルの垂直発射システムは、ロシア海軍のスラバ級、ミサイル巡洋艦と同じく八連装のリボルバー式を、 採用しており、2機を環境直前の01レベルに、また4機を、後部上部構造物上に搭載している。ロシア本国の S-300FM では、ミサイルとしては 48N6E2 が採用されて、いたが、これは t v m 誘導と左誘導を併用して、最大射程 200km とされていた。下記完成レーダーとしては、機頭式。 全集船会式のフェーズドアレイアンテナを用いた 30N6E を後部上部構造物上に備えているが、これは多機能レーダーとしての性格もある。この他に3次元レーダーとして382型レーダーを水上に、また低空警戒、対水上捜索用として364型レーダーをレドームに収容して全省上にそれぞれ備えている。対艦兵器としては、 国産の YJ-83 艦隊艦ミサイルを4連装発射塔2機に収容して全部煙突の直後に備えている。その測的射撃式用としてはロシア製の MR-331 ミネラル ME を環境上に1機備えているが、これは手法の射撃式にも用いられる。なお、原型となった 051B 型駆逐艦では、 後部上部構造物に中型ヘリコプターに気分のハンガーを備えていたが、本級ではこの部分は VLS をはじめとするサムシステムの関連機器の収容スペースとして充当されたためにハンガーは削られており、後部艦板のヘリコプター艦板のみが残されている。全艦が北海艦隊に配属されており、2014年12月の時点では、 三河南市の駆逐艦内自主体に所属している。2012年10月16日には中国海軍艦隊7隻が太平洋から東、シナ海へ向かって沖縄県与那国島の南南東約 49km の海上を航行しているのを海上自衛隊の P-3 市召海域が確認したと防衛省が発表している。中国中央電子台は 山東省陳太夫市に寄港したのは、北海艦隊所属の7隻で、旅子型駆逐艦が艦隊の指揮を取り、新要求のほか、高守型、フリゲート、郊外型フリゲートなどで構成されていたと報じている。ウィキメディアコモンズには、新要求駆逐艦に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。